うございます。佐野一郎です。早速今回も沖縄空手の基本動作、一緒に稽古していきましょう。今回は、下段突きの稽古を行います。以前下段突きの稽古で四股立ちの形になり、溝落ちの高さを狙う、こういう突き方を稽古したことがあるんですが、今回は動きます。平行立ちの姿勢から前に出て四股立ちになって下段突き、平行立ちに戻り反対です。これを交互にいきましょう。今回使うのは平行立ちと四股立ち、この2種類使いますので、しっかりと立ち方も使い分けてください。動画を見ながらちょっと一緒にゆっくり動いてみましょう。はい、1、四股立ちになって突きを入れる。で、突きは肩の高さからまっすぐと考えていいです。以前やった溝落ちの高さを狙うというのはちょっと一旦ここでは忘れていただいていいです。まっすぐ出たら肩の高さ、肩よりも気持ち下ぐらいですかね、その位置を狙うという、感覚でやるといいと思います。はい、戻ります。いい、反対、戻ります。3、戻ります。この下段突きの前に中段突きや上段突きも同じような要領でやったかと思うんですが、それと同様です。手は構えた位置からそのまま目標に向かってまっすぐ出す、構えた位置から下に自然に構えた位置からそのまま目標に向かってまっすぐ出す、これを意識してください。はい、1、2、はい、戻って1、戻ります。はい、それではスピードを入れて10本だけ、集中してやってみましょう。よーい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、今回は以上になります。下段突きの稽古でした。ありがとうございました。